馬艦は、紀元前2世紀末から4世紀中ように、朝鮮半島南部に存在した、部族集団である三艦の一つ。大砲軍の南、黄海に接し、東方は新艦、南方は和に接していた。後のくだらと重なる場所にあった地域である。馬艦人は定住民であり、穀物を植え、養蚕を行っていた。それぞれの馬艦諸国には、主張がおり、大きな主張を、 新悟氏と言い,い、それに次ぐものを夕りと呼んだが、新悟氏とは、新たるもののいいであり、中国皇帝に対する進化のことであり、それを諸国の主張の立場から表現したものである。集落に城郭はなく、五十余国が存在した。そのうちの白住国がくだらになったとする説もある。五漢書新関伝、三国志義所新関伝によると、 旗の死皇帝の労役から逃亡してきた旗の移民がおり、馬漢人はその東の地を咲いて、彼らに与え住まわせ新漢人と名付けたという。また、三国志義書弁神殿によると、馬漢人と新漢人は言語が異なっていたという。三国維持によると、義春、義満る劇朝鮮、朝鮮王純立宮人左右、腰の海しかも南至る漢地、海国交馬漢、 議書によると、高順期進交渉王、多名遠望人、ええみつ公脱、進むその左右偶人層入り海、巨漢地、自公漢王。五漢書には、初、朝鮮王順、多名えみつ派、の将そのあまり周数千人層入り海、公馬館、派の自立ため漢王。と記されており、英英満が、岸朝鮮を滅ぼした際に、岸朝鮮の最後の王、淳王は、 数千人を率いて逃亡し、馬漢を攻め落として関王となって、馬漢を支配した。遠い所属の中で、馬漢の政治体制は、後進的であり、新漢の統治者は、外来王として、戦争と平和を利用してこの地域の先住民である、馬漢人と政治的関係を築き、南朝鮮の初期の王権、達王が誕生した。三国史によると、達王は、 馬漢出身で、その支配の拠点は馬漢にあり、支配範囲は三冠に及んでいたが、それは土着の馬漢人の政治勢力の拡大により、新冠の王権と結びついたことによる。その中で、中国軍権の外信政権の過度閣優が消滅し、文化的には北縁及び朝鮮文化は後退した。関係国間系比利国から馬国フル、老国古利国コ比利国、 フルコココクコ単社国コカバノ国クロコクウスカクカラス単国クソ国区警国内ヒリコクドアイコクダイバクロ国一万六国ボーロヒリコクムミツクニメシコクハクズミクニヘキヒリコクフミコクフココフンジャコクフクモコクヒリコクヒイオイオクニシロコクソウガイコクコイシサクコクスイーカラクニソクロフカクニシンフンカツコクシンイケルヌリコクシンクモシンコクシンコバヤシコクニョライ 非離国全土国有急亡国、国子上国ここ、国池国一南国、一離国、二カ国林蘇、半国、私利、暴力国、四半国、四新国、と市路国、総理国、総山塗り、非離国、松室利、マリ国。ありがとうございます。